パスどうもまさしでございます。はい、本日もファントムパレードやっていきたいと思います。今日使うキャラクターなんですけどね、皆さん先日ガチャで出た西宮、ちょっとね裏でガチャ回したらかぶって一突できたんで、まあこいつもうマジで欲しかったんですよ。使っていきたいと思います。こいつのキャラクターはね、バフは剣、デバッファーっていうんかな。とりあえず味方全体にバフスキル持っとるのと、あとこれ見てほしい。呪力の旋風って言って、まあ確率として低いんだけど、58% で敵全体にスタン入れることができて、これほんまに強いんですよね。これやっぱ呪術回戦ファンパレってあの RPG なんで、敵をね、一旦でもその足止めできたら、もうめちゃめちゃアドバンテージ取れるんですよ。まあだからこの女の子使って遊んでいきたいと思います。ちなみに CV はクイミアリエなんで、拙者全然大好きですね。はい、行きましょう。どうしようかな、強豪解放っていうことで、ちょっとこのエクストリーム2、まあ、マキ VS パンダやっていきましょうか。で、今回やるパーティーなんですけど、これでいきたいと思います。もうこれ多分、これはテンプレちゃうかな。学長、そして、こいつ。これめちゃめちゃ強いよな、ほんまに。で、レベル85レベルのスキルレベルはこんな感じですね。そんな上げてないんで、全然みんなでも作れると思います。さあ行きましょう。ほんまに、でも、まあ、スタン 58% なんで、半々なんで、ちょっと失敗したらしんどい。あとちょっとね、耐久が柔らかいけん。ちょっとそこら気になりますけど、まあ、行きましょう。全然、そこらは頑張ったらいける。あと、まあ、ほなっけ、クナの器とかのね、残滓持たせたら死なんしね。さあ行きましょう、マキ VS パンダということで。オッケーオッケーオッケー。やっぱ全体なんで、タイマンとかやったらその、あんまやってたんですけど、ほんまに強いけん。とりあえずこれブーストかけて、これそうなんですよね。情報共有でさ、バフかけてもいいんやけど、やっぱりその、これがいいんよな。全体の、あ、60%、58% なんですけど、まあ、スキルレベル持ってあげたら高くなるんですけど、これが強いんですよ。さあ行きましょう。とりあえず、バフ入ってくれということで、お願い、お願いでしましょう。ちょっとごめんなさい。動画の尺稼ぎたいんで、倍速、等倍でいきましてもらいます。オッケー。で、頼む、ちょっとこれ58%でスタン入ってくれ。頼む、入れ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 入った入ったこれがガチ強い。これが、これがマジで強いんですよ。もう一旦相手何もさせん。これがほんまに強いんで。お前欲しかったんよ。例えばジョーゴとかのさ、あんなとんでもないバカみたいな金持ったやつとか、ほんまにさ手に負えんのんって一旦でも抑えることがいいから全然違うもんな。あ、オッケーオッケー、とりあえず5条でやって、そう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 、あんな与えたペースが一旦マジでほんまにテンポ増えることで全然違うけんな。さあで情報共有、もうね一回スターン上げたらもうこれあとバフマクなきゃ。これ強くない？2ターンのさ与えダメージ 50% なんですよ。これヤバくない？マジで。さあ呪力、これ待って、8点打ったら死ぬんちゃう？これヤガのバフで西宮のバフ、オッケー、クギュークギューのバフが上だぞ。いけ、死ね死ね、おワンパンしろ。あ、待って、確定して入った、確定して入ったけん、これワンパンですね。さよなら。あれ、なんで、あ、そっか、確定してて敵が一人が死ぬ時でも確定のセリフ入るんや。全然問題なし、ヤガが中心だけど全然問題なし。西宮のあれやな、ちょっと呪力管理がむずいんよな、ほなけん。とりあえずこれはどうしようかな。待てよ、これ階層使う必要なくて、ま、守りで、ちょっと守ろうか。オッケーオッケーオッケー、これでいい、これでいい。西宮の必殺なんですけど、確定で敵にスタン入るんかな。確定でいいんかいな。待てよ、これ確定やったっけ、西宮のこれスキル。みこれが、じゃあこれで、どうしよう、これとりあえず数霊呪法ともなりで、ともなりで、これ呪力の暴風、敵全体に 400%、 ほぼ 400% ダメージ、あんとスタンは、あ、確率なんやこれ、 53% か。あー、これ確定ちゃうんか。まあでも敵全体やけんな。まあこれ情報共有でいいかな。オッケーオッケー、これで、よし、これでいける。さあバフかけて、あれか、ここでいいか。オッケーオッケー、強いっすね、釘先ほんまやばいわ。やが学長持ってない人とかやったら全然これでもいい。まあ先週はちょっと2枚おつこつと5条をね結構突しとおけん、基本ほんまゴリ押しのバフバフの火力っていうパーティー使いよんですけど、さあ来ましたね、暴力、じゃあ重力の暴風ということで、まあそんな感じやけん、 どうなんだろうな。でどっちか1体でもいいと思う。やが持ってない人はこいつ積んでもいいし、うん、やがにはないね、敵にスタンっていう能力入っとんで、まあでも割合やけんちょっと運ゲーになってくるけど、全然いいと思うけどな。さあこれで、はぁ、強すぎる。うん、やっぱりスタンできて味方にもバフかけれるっていうのはほんまに強いな。まあ多分そう、オッケー、パンダもこれ終わりですね。収束発散、急ぐ、ハラミツ、光の星を、あがーということで、ワンパンですね、強い。あれ、死なんかった、なんでよ。まあいいや、とりあえずそうぶち込んでいきましょう。オッケー、情報共有でバフかけて、今これ何回、そんなかかってないんだ。オッケーオッケーオッケー、合わせろリカで見ててご覧で、これで勝ちですね。オッケー、エクストリームこれで勝利ですよ。さよならー、バコン。強い。
はい、スナップして、オッケー、終わりかな。素晴らしい。おお、強いわ。西宮マジでいいな。でもちょっと柔らかいんよな。おお、そこがちょっと欠点かな。さあ次メインクエストのラスボスですね。オッケー、これやっていきましょうか。これも座号できおるよな。オッケーオッケーオッケー。で今回西宮の方にこれ何だっけ、これ術式ちゃうわ、スクナの器つけとんで、これがこのスクナの器やったら柔らかいんですよ西宮。やっぱバッファーでそのあれなんで、そのガツガツのね肉体タイプちゃうんですぐ死んじゃうんで、その時に対する蘇りのこれ回想ですね。ねどうしようかな。もうこれ4体とかさ、こんなん来てこれたら死ぬやん。こっちのさ仕上がる前に分かる、仕上がる前に死ぬけん、これ打っといて、ほんでバフかけるんですよ。オッケーで楽しくなってきた。じゃあこれ倒そうか先。頼む、入れ、58番やぞお前、入れ、この、おい、待ってこれ、これさ1人当たり 58% ってことな。 58% で全員じゃないんやなこれ。いやマジか。まあでもそれでもいいか、ボスに入ったけ一番でかいけんいいや。オッケー、ほんでオッケー、暴力のなんとか、重力の暴力、オッケーで、これ、オッケー、見ててごらん、これでいい。なんか西宮一人思ったけど、だいぶすると思うけどな。マジでね、この RPG 要素において、一旦動けんっていうのは、ほんまにアドバンテージなんよな。さあ、こんなのも食らわ、あ、ダメージだ、ダメージでかい。ダメージできねえな、おい。けど、その時のためのも回想ですから。で、重力の嵐いっとこうか、オッケー。バッファーに関したら、そんなかけんでもいいかもしれんな。2ターンなんで、あくまでこいつの、あれな。この情報共有2ターンやけ、そんな長いこと持たんのんすよ。だから学長でさっき打っといて、あれなんで呪力不足により使用できないスキル、あちょごめんなさい、これね更新の導きが4ターンやけ倍なんすよ。ほなけんそんな無理に情報共有せんでもいいと思う。ほなけスタン狙うんがいいんちゃうかな。あちょ待って、これザコをちょっとしばきたい。いやザコしばかんでいっか。これスタンちょっと早く見せたいし、オッケー見ててこれ、これでいい。さあバフかけて呪力の嵐風読みづらいんよ。さあこれも全然いける。オッケー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 。サポーターなんでね、おつこつと相性がいいんすよこれ。ほんまに回復入るんでね。さあこれも重力の旋風打って回復させましょうか。さあこれ待って、楽しくバフかけようか。もう OK。 さあ重力の旋風入れ。おーい、これ両方入ったこれ、両方入ったかな、これ見てなかったけど両方入ってないな、これザコの方しか入ってないな。クコン、あやばい、いける。オッケーオッケーオッケー、耐えた。さあどうしようかな、ほんなら。なんか BGM 止まってくね。 BGM 止まってない、いける。 OK。 さあこれ打って、これもう順番の方打っていいかな。さあこれでトドッパしましょうか。うん、 OKOKOK。 さあ4000。さあこれでさよなら。あ、まだ確定値されてない。あの必殺の時にね、ちょっとアニメーションが長かったりセリフが増えたら確定で誰か敵死ぬんですよ。それ多分そうじゃん、あっという間に。 OKOKOK。さあこれでブレイク入って、オッケーもう勝ちやんな、もうマジちょろい。けどね、だからね、背伸びしてさ、うわこれどう考えても勝てんだろうって敵に対して、いやどうだろうな、ちょっと勝てないなって敵に対して西宮そこにパーティー放り込んだら運ゲーで勝てる運ゲーでマジでワンチャンこのスタンが入り分けたら勝てます。だからそれぐらいやな。よしよし、さあ時代大進撃でやって、で呪力の暴風で終わらせましょうか。苦牛ですねこれ、素晴らしいスタン入った。いやほらけんね、単体相手とかやったら何だっけ、レアの犬巻とかの方が強かったりしますね。はい、オッケー、素晴らしい。はい、てな感じでね、今回西宮桃っていうことで SR の中でもね結構優秀な方、まあ野外にはちょっと劣るけど、まあ便然ほんまに野外の代わりにもなるし、全然その運ゲーできるんでぜひぜひ使ってみてください。他はまあちょっと雑魚、まあ、マジ耐久ゴミやしほんまに弱いけど、このねやっぱりこの暴風呪力の旋風でワンチャンお願い9列入れてワンチャン狙ってみてください。あ、他はゴミなんで、全然使えないカスなんで、まあ、このスキルと、まあ、情報共有さえ打ったらいいんちゃうかなと思います。まあ、矢が持ってない人にとっては全然助かると思うんで、やってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。